皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日も謎解きの時間で遊んでいきます。さあ、ファイル112、えー。不幸な事故ということで、何でしょうね。クエスチョン1。自宅で昼寝をしていた男が死んだとき、どういうとき <laughs> 部屋はいわゆる密室状態で、その男以外は誰もいなかった。発見されたとき、男は、えー、脇腹から血を流して死んでいたが、それはなぜかと。何か刺さって、うわおすごい。え、こんな、 設置の仕方、が飾ることあるんですかこういう銃を。えっ、ー、と、なぜかだから、なぜかなぜかということは、脇腹をに穴が開いてるからっていう意味ですかね。こっちじゃなくて、銃の方ですか。ここですか高さ的に。お ちょうどソファーに銃口が向く位置の壁にライフルがかかっていると何らかの理由で弾が発砲されて男の胸を貫いたのだと普通弾は入れてないと思いますけどねこういう配置でしたらクエスチョン2と部屋には引き金を引く人物がいなかったのになぜ弾が発砲されたのだろうとライフルが暴発した原因と思われるものを選ぶと暴発したえワインか何か コルクなんか抜くときにトーンって飛んでいって、パーンって当たったんですか引き金に。こうですかえ、そうなんですか <laughs> そうなんですね。えー、窓とライフルの中間地点にワインボトルが置かれている、あ、太陽光の話ですかこの瓶を通った太陽光はちょうどライフルの雷管っていうんですかね。親や出た場合爆発した。あー、そういうことですか。昔のなんか、おだんの物語の時代のなんかひなはじゅうみたいな感じですか そこが燃えるとバンみたいなクエスチョーン3とこの瓶はなぜ、えー、ラックではなくテーブルの上に置かれていたのだろうその理由を推測できるものを選べと飲んでる顔じ,じゃないですかねラックターの右側のタダみたいなことですよねわー太陽光って虫眼鏡で小学校時代になんか黒い紙をなんか燃やした覚えしかないですねほんと燃えますからねソファーのそばの、えー、ローテーブル 上にえー、飲みかけのグラスが置いてあるテーブルでグラスにさせ酒を注いだ後、瓶を置きっぱなしにしたまま飲んでいて、うとうとしてしまったのだろうか、しかしボトルを通った太陽光がちょうどライフルに当たるなんて偶然にしェできすぎていると、まあ、なんで弾が入っているかだと思いますけど、<laughs> クエスチョン4と、ワインボトルの位置以外にも殺人の可能性を示唆する箇所があると、それはどこだろうかと。んどういうことですかね。 ワインボトル以外にも、殺人の可能性が考えられるのは、あー、なるほど。あー、わかりましたね。皆さんわかりましたか多分これ銃の向きが右向いてますよね。写真の中では。でも今、壁は左向いてるから、これじゃないですか。うん 入れれ替えられてるところですかお壁に飾られた写真をよく見るとこの部屋のライフルコレクションの前で撮ったものだとわかるそして写真の中のライフルの銃口はすべてソファーとは反対側を向いているとワインボトルの出来すぎた配置と合わせて考えると第三者がこっそりライフルの向きを変えておいた可能性が高いとこれは単なる不幸な事故ではなく殺人事件だったのだとまあ多分そうですよね弾が <laughs> やっぱ弾が入っているからですねさあ今回の動画ですね以上となりますご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう